つるんですが、そうですね、ペース掴んできたような感じですね、はい、小笠原選手も、そうですね、小笠原選手、はい、罰2発と当てて、まず合わせて、はい、森裕二選手、さあこれは森裕二選手、さあまずはレフト方向へ、はい、セガの、サードですね、どうでしょう、伊藤リアル選手、この選手も若い選手です、いいターンです、神山選手今度はレフトです、バスさんセカンドさんです、あ、これもいいライディング、これはいいライディングですよ、はい、現在3位につけています、ニードポイントは 2.30 が必要、さあ鈴木選手スピードつけてきます、はい、いやーナイスさんです、やはりねこういう波に乗せてしまうとね、はい、ちょっとレベルの差が出てきてしまう、そしてこれライブウォッチング、川瀬選手もう一度ね3番目のライディングになります、うん、このターンいいですね、さあいい高さありますよ、これはいい、さあまずはファーストターン、さあホワイトがアップします、小林圭選手、これは前にフロター、これはいい波になりそうですね、はい、スピードします、これは最後はテイロブローしながらのフィニッシュ、ここブルー今アップします、いいですね、平原選手先ほどからピックアップは 2.85 なんですね、はい、その差を広げてくるか、さあここもライブですね、ナイト選手またナイト選手これ乗ってきてるんですよね、はい、そうなんですよ、これはいい波だった、さあレフト方鈴木仁選手、はい、いいターンです、これはちょっと伸びてきそうですね、はい、さあ3つ目押しね、乗ってきますね、はい、これ高さありますよ、レフト良さそうですね、いい対戦セカンドです、3発目入れて、ね、入ってましたね、田中大輝選手、いい波をましたね、セカンド球いいですさあこれノートリムで決めていきますね、はい、どうですかね、あ、これはちょっと、はい、いいですね、いいブレイクになるか、いいですね、いいブレイクですよ、ファーストターン、そしてここ前に入れます、はい、これはちょっと形小さいですけどね、良さそうですよ、良さそうです、はい、乗り換えます、はい、そしてスーパー2つ、さあ川選手3乗りましたね、いいですね、はい、このパワーゾーンに入ります、はい、これさあそしていいになりそうですね、ホワイトの松野選手マーク、はい、いいターンです、2発目もしっかり入れて、はい、松野選手いいですね、これさあインサイドセクションも伸びますね、5-5、はい、その差を広げていきたい、さあレフト方向いいターンです、さあいいターンを入れてきますね、ここでフィニッシュです、さあプライオリティを持って、はい、さあこれは鈴木仁選手、いいですね、ここも獲得します、はい、